こんにちは、萩です。またしてもですね、この男がとんでもない偉業を成し遂げました。今回はですね、2マイルという種目で日本最高記録を叩き出しました佐藤圭太選手、おめでとうございます。またとんでもない記録をね、出してしまったわけなんですけれども、このまま行くと大学生のうちにトラックの日本記録すべて塗り替えてしまうんじゃないか、もうそれぐらいの勢いでね、今記録更新している状況なんですけれども、まあ今回ね、佐藤圭太選手、アメリカニューヨーク州で開催されたミルローズゲームという室内の競技会に出場しました。まあそこでね、2マイルって種目をチョイスしているんですけれども、この2マイルって種目、日本ではね、聞き馴染みのない種目だと思うんですが、距離で言うと約3200メートルという距離になります。ただこの2マイルって種目なんですけども、日本陸連の、まあ、公認のね、まあ、種目ではないんですよ。なので、まあ、表記の仕方としても日本新記録っていう表記ではなく、まあ、日本最高記録っていうね、まあ、表現をするみたいです。まあ、そのね、まあ、2マイルで佐藤圭太選手が、まあ、日本最高記録を出したんですけども、タイムはですね、こちら8分14秒71、これは屋外と室内と両方合わせた、まあ、日本最高記録ということになります。じゃあ元々あった日本最高記録、いつ誰が出した記録かっていうと、2015年ですね、あの大迫傑選手が出した記録で8分16秒47、これが元々の日本最高記録で、佐藤圭太選手がまあこの記録をまあ塗り替えて、まあ、日本最高記録を出したんですけども、まさにですね、大迫傑超えということになるんですけども、この2マイルっていう種目、もう僕たち3200メートルって多分走ったことないんですよ。なので3200メートル自分がいくつ走るかと分かんないわけですよ。でタイムが8分14秒71、これビビビッと来ないじゃないですか。確かに、まあ、大迫傑選手の記録を超えた日本最高記録っていう時点で、まあ早いんだろうなぁとは思いがちなんですが、ただどれぐらい早いのかよくわからない。で、2マイルって日本では行われないので、まあ純粋にチャレンジする選手が少なかったから、まあ元々の記録もそんなに早くないんじゃないっていう思われがちなんですが、だったらわかりやすく、3000メートル、佐藤圭太選手、いくつで通過したのか、これだったら分かりやすいですよね。で、2マイルで3200メートルなんで、3000メートル通過して、そのまま200メートル約走ったということになるわけですよ。なので、3000メートル、佐藤圭太選手、いくつで通過したのか、こちら。7分42秒56で3000メートル通過しております。ちなみに、これ室内の3000メートルの日本新記録として認められました。素晴らしい。さっき2マイルは日本陸連の、まあ、公式の種目ではないから、まあ、日本最高記録っていうことしか、まあ、表現ができないんですけれども、室内の3000メートルって種目は日本陸連の、まあ、公式の種目なんです。でこれ通過でもいいんですよ。フルマラソンの、フルマラソンとハーフマラソンの関係と一緒で、公認のフルマラソンだったら、ハーフマラソンの通過も公認のハーフマラソンと記録として認められるじゃないですか。まあ、それと一緒でトラックも、まあ、2マイルなので、3000メートルよりも長い距離なので、3000メートル通過も、まあ、公認の記録として認められるんです。で、佐藤圭太選手は、まあ、室内で今回走って、3000メートル通過、7分42秒56で通過したので、まあ、これが室内の3000メートルの記録として認められて、さらにこのタイムは日本新記録。つまり2マイルの種目で佐藤圭太選手は室内の3000メートルの日本記録と2マイルの日本最高記録を同時に出したということになります。これから佐藤圭太選手どこ目指していくんだろうね。で、今まで僕たちがフューチャーしてなかった、注目していなかった室内の競技会にチャレンジして、今まで聞いたことないの種目で日本最高記録をバンバン出していく、これやっぱめちゃくちゃいいよね。海外では結構主流なんですよ。まあ、1500メートルとか800メートルとかオリンピックで出場させて1マイルの記録って結構いいものを持っていたり、まあ、2マイルの記録ね、まあ、チャレンジしたりするんですけども、まあ、僕たちって、まあ、オリンピックの種目、さらに屋外で行われる記録に結構ね、実業団選手がもうこうチャレンジするので、まあ室内で記録を目指していくって選手結構珍しいと思うんです。まあ日本国内でね、まあ室内の競技会ってそんなに頻繁にやってないので、まあ記録を狙いにくいっていうのもあると思うんですけども、やっぱり海外に行ってまあ転戦していかないと記録伸びてこないと思うんですけども、まあ大迫する選手はね、まあ過去に海外であの練習を積んだりとかしていたので、まあこういった室内の記録を転々としてましたけども、まあ佐藤圭太選手は今ね、海外に拠点を置いてるので、まあこういったね、競技会にね
転戦していく。逆に3000メートルとか1500メートルの方が少ないのかな、どうなんだね、1マイルとかの方が主流なのかな。まあそんなことはないか、さすがにそんなのと思うんですけども、まあいろんなところで、ね、各地でね、まあ資産の教育が頻繁にやっているということなので、まあ佐藤圭太選手が今後ね、まあいろんな種目にチャレンジしていく、僕たちが知らなかったようなまあ種目にチャレンジしていって、まあ日本新記録とかまあ日本最高記録をね、まあ叩き出していく、これをねなんかねちょっと楽しみの一つですよね。まあ例えば2000メートルって種目にチャレンジするのも面白いだろうし、まあ3マイルって種目ねもしかしたらあるのかもしれないし、なんかいろんなね種目にチャレンジして、まあ佐藤圭太マイクと日本新記録と日本最高記録ともう抱えないぐらいね、まあ記録としてね、まあ持つんじゃないかなと思います。多分今ある室内の記録バーって全部出れば多分日本最高記録出まくると思うので、まあちょっとね楽しみにしたいなと思うのと、まあ今回ねミルドーズゲーム、まあ2マイルで佐藤圭太選手が日本最高記録出しましたけども、実は女子の2マイル同じ日に田中希実選手も出場していて、なんとですね日本最高記録を叩き出してるんですよ。おめでとうございます。なので同時に2マイルの男子女子ともに日本最高記録は叩き出されたと。で田中希実選手記録9分16秒76って記録なんです。で元々あった記録が9分35秒0、これねちょっと古い記録なんですよ。まあ、1998年に出された記録なので、まあすごい古い記録で、女子に関して言うと純粋にねまあチャレンジする選手が少なかったっていうのはあると思います。まあこの2マイルっていう種目で9分35秒であれば、まあ今までねチャレンジしてればまあ更新されてできただろうなって選手ね、まあいくつもいたと思うので、この記録ね、まあ純粋にね、あのチャレンジする選手がね、まあ少なかったっていうことだと思うんですが、まあ約20秒ですね、一気にね、まあ更新してきたと。まあ田中希実選手のこの記録はまあ素晴らしいというふうに思います。なので田中希実選手も佐藤圭太選手同様ね、まあ海外をこう転々としてね、まあ拠点として練習したり、まああの試合にも出ているので、やっぱ国内ではね、まあ敵がいないので、まあ先頭自分で走るしかない。やっぱね、誰かにこう引いてもらうっていう経験をしていかないと、やっぱ記録って伸びにくいと思うんです。で佐藤圭太選手、今回8分14秒ってとんでもない記録を叩き出して、日本最高記録ですけども、この競技会で7位なんですよ。このタイムで、トップの方は8分とかで走ったりするんですよ。やばいよね。なので、3000メートル通過が7分20秒台とかでね、多分通過してる選手たちと、まあ、揉まれながら、まあ、やってると。まあ、そうじゃないと、やっぱね、記録って伸びていかないと思うので、まあ、佐藤圭太選手、田中希実選手ね、まあ、今後もね、海外で練習も、まあ、レースもね、積んでいくと思うので、まあ、田中希実選手も佐藤圭太選手同様、まあ、日本新記録、今までチャレンジしたことないような種目で日本最高記録ともね、やってくると思うので、まあ、佐藤圭太選手と田中希実選手がね、まあ、僕たちが今まで見えてなかった、見れなかった世界をね、まあ、見させてくれるんじゃないかなってことでね、楽しみにしたいなと思います。いいよね。やっぱオリンピックだけじゃなく、まあ海外でこうやって戦ってね、まあ賞金レースとかでチャレンジしていって、まあ今回記録だけじゃなく、今後ね、まあ賞金レースでいくら稼いだと、まあシリーズチャンピオンとかになっていくと、まあ見方変わるしね、楽しいなという感じがするので、まあ佐藤圭太選手、田中希実選手ね、共にね、今後ね、活動をね、まあ応援していきたいなというふうに思います。